さ、新しく服作った告知の動画にしようかなと思うんやけど、どうやって告知しようかな、どうしたらいいと思う？なんかいい告知方法ないかな。やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？顔写して。あ、じゃあちょっと待って、見て、今回は服写してほしい。じゃあ服やってここ。なんでかっていうと、今回前から視聴者さんの方から DM をいただいてたんです。男性の服を作ってほしい、みさきちゃんが思う男性に着てほしい服を作ってほしいっていうお声をいただいてたんですけど、私ちょっとアホじゃないですか。だからほんまにめちゃめちゃ真に受けて、去年の秋ぐらいかな、ずっと男性ってどんな服を着たらかっこよく見えるのか、スタイルよく見えるのか、いろいろめっちゃ調べたんですよ。まあおしゃれな服もあったり、ちょっと派手めななんか奇抜な服とかもあったりする中で、やっぱりシンプルが一番いいのかなと思いまして、今回はすごいシンプルな服を作ってみました。どうですか？見てほしい。後ろも帽子ついてるんですよ。ここ太めな感じで、ポケットがついててめっちゃ良くないですか？めっちゃ可愛い。帽子もいい感じのサイズ感です。コンセプト的には男性用の服なので、かっこよく時には可愛く見えるように作ってみました。ちょっとオーバーサイズ気味でもいいのかなと思います。で、このロゴ、ここが一番悩んだ。このロゴ、ベリトゥーラって読むんですけど、ぜひ今覚えてください。ベリトゥーラ、このロゴなんですけど、私英語とイタリア語とフランス語と何語か分かれへん言葉をめちゃめちゃ調べまくった結果、イタリア語が一番かっこいいなと思って、私の名前ミサキって言うんですけど、美しくサクって書くんですよ。なんで美しいって単語とサクっていう単語を組み合わせたらこうなっちゃいました。ベリトゥーラ、ぜひ覚えてください。イタリア語でミサキっていう意味です。勝手に作ったんやけど、白はこんな感じです。さっきの色違いなんで、ロゴは黒文字になってます。色は白と黒があるんですけど、でもちょっと見て、ワンピースみたいな、普通に女性でも着れそうな感じになっております。なんで男性の方が着てくださってもいいですし、奥さん、娘さん、彼女さんにプレゼントしてあげてもらえたら嬉しいです。ぜひ着てあげてみてください。すごい着れるからいいですよね。白が彼女、黒が彼氏、これ私の理想です。素材、生地なんですけど、私的にはロゴもそうなんですけど、生地の方がめっちゃこだわったんですよ。業者さんにいろんなサンプル持ってきてもらって、いろんなパーカー着て、値段と質と相談しながら一番これがいいと思って決めた生地です。伸縮性がちょっとだけある生地なので、着ててもしんどくならないし、洗濯しても縮んだり型崩れがしにくくなってます。薄さなんですけど、そんなペラペラじゃないんですけど、ごっつくない生地なので、これ1枚でも着れるし、上に何か羽織ってもゴワゴワしないようになってます。すごく動きやすくてめちゃめちゃいいんですよ。どう？めっちゃ動けてるかな。ほら、しんどい。サイズなんですけど、白も黒も M サイズ、L サイズ、XL、2XL、3XL の5種類です。私の予算問題で、もうほんまにお金がなさすぎて、枚数がすごい限られてるんです。なんで、ぜひいいなと思っていただけた方は、お早めにゲットしてください。もしかしたらサイズが売り切れってことがあるかもしれないので、サイズ違いとかやったら、ほんまに早めによろしくお願いします。概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらから、興味を持っていただけた方、ぜひご購入よろしくお願いします。で、その URL のところではまだまだ私のステッカー、みさきチャンネルステッカーが売ってますので、そちらももうめっちゃ売れ残ってるんで、こちらもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。何？
何ここは何なん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 本当言ってよ。怖い、本当言って。これに着替えるの。あ、出たバニーガール。これ着んの今何月か知ってる。めっちゃ寒いんやで。本物も全部揃ってるやん。いよいよ、キーヒン返す。よかった、なんか着替えるから絶対告知動画だからマジでちゃんと流してな。告知だけはほんまにさしてや。じゃ着替えてくるわ。何したん。じゃ鍵開けるの。え、鍵返すや、早く。外で着替えろってこと。丸見えやって。もう分かった、とりあえず着替えてくるから待ってて。ね、着替えたはいいねんけどさ、ここどこなん。何ここ、見て、人とか倒れてんねん。なんか完全獣道やでな。行ける、ここなんなん。どこ撮ってる。じゃ寒いんやけど、もう車戻らせてや。車の中で撮ったらいいやん。もう早く車戻ろう。どこ行くん。こっち、もっと奥進む。何だってんの。なんか引っかかった。告知していい。ちょっとほんなら、私が一生懸命いろいろ考えて考え抜いた服なので、ぜひ皆さんご購入よろしくお願いします。でもほんまにあの数に限りがあるぐらい少ないので、ぜひお早めによろしくお願いします。